来たね。慌てちゃって。こんばんは。よく寝てたね。これから一緒に暮らすんだから。よろしくね。山の中で倒れてたんだって。お姉さまが運んでくれたんだよ。何？用がないなら本館の方行ったら？それとも私と遊びたいの？君のために夕飯を作ってたの。もう体は大丈夫かしら？礼儀正しい子だね。私、礼儀正しい子は好きよ。私？私たちはこの森に住んでる家族だよ。女の子ばっかりだけど、助け合って暮らしてるのよ。君、森の中で寝てたのよ。男の子でも森で一人は危ないんだから。しっかり食べて、元気になってね。早く元気になってね。